スティーブン・チャドウィック・ジェンキンスは、アメリカ合衆国、テネシー州チャタヌーガ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、MLB のトロントブルージェイズ参加バッファロー・バイソンズに所属している。ケネソー州立大学出身。2009年の MLB ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズに入団。2012年は 2A で5勝9敗。 防御率4.96と不審だったが、8月6日にリリーフ要因としてメジャー昇格。翌日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビューを果たした。シーズン終盤には3試合先発し、10月2日のミネソタツインズ戦でメジャー初勝利を挙げた。2013年、前年と同じ3試合の先発登板を含む10試合に投げた。投球イニングは前年とほぼ同等だったが、 防御率を2.70まで下げて成長の後を見せた。2014年にはリリーフ1000人となり21試合に登板した。防御率は2.56であり2シーズン連続で数値を下げた。しかしフィップは3.48であり過去2シーズンと同様に防御率とフィップの間には乖離が存在したままだった。2015年はメジャーデビュー以来 自己最小の2試合の登板に終わり、防御率4.91もワーストだった。2016年2月6日、ガビンフロイドの加入に伴い、ディーフとなった。2月10日にトリプル A 級、バッファロー・バイソンズに降格した。全投球の約60%がシンカーで、フォーシームは6%程度しか投げない。変化球はスライダー、チェンジアップが中心で、 稀にカッターも投げる。ありがとうございます。